災害に屈しない強さとしなやかさを備えて国土を作る国土強靭化の歩みは将来を見据え着実に進めていかなくてはなりません。3年前に国土強靭化基本計画を策定し国土強靭化アクションプランも今回で4回目、これまで使ってきた経験や教訓を踏まえ国土強靭化をさらに加速化進化させていくため今回基本計画の見直しに取り組んでいきます。また昨年の熊本地震を踏まえた施策の総点検結果に基づき庁舎等の耐震化やプッシュ型支援など新たな課題に対応していきます。一連の台風被害を踏まえた水害対策として確実な避難の確保など事前防災・減災対策に徹底して取り組みます。先進的な企業等を認証するほか世界津波の日の普及啓発等を通じ国土強靭化の裾野を広げます。今後も国と地方官と民が連携し世界をリードする強靭な国づくりを進めてまいります。